どうも、中本します。めっちゃ声響くなすごくない？なんか六本木に来ておりますね。アニーズニューヨークさんの六本木店ですね。めちゃめちゃ高級感あふれるような店内なんですけど、今ちょっと映ってると思うんですけど、すごい店内が高級感もあふれててラグジュアリー感もすごいんですけど、意外と中入ってみると、あ、これ買えるなとか、結構やっぱりいいブランドさんが多いんですけど、あ、これ全然手が出るとか、なんか、あ、これだったらいけそうみたいなアイテムもすごい多いので、いろんな方に楽しんでもらえるお店なので、この機会に撮らせてもらって中を紹介できたらなと思って今日はね店内に来ております。はい、いや、これちょっとちょうど見たかったわみたいなブランドがめっちゃあったので、本気物も多分入ってると思うんで、 22AW もちょっと早速ねこれから見ていこうと思います。結構全然関係ないんですけど、ちょっとこっち来てほしいんですけど、この検温器でなんかロゴ入ってるのいいですよね。なんかこのハイテク感がこういうところにもなんかすごいお金かかってるのでいいなって。こちらですね、入ってすぐ右手側にこちらが、マルジェラさんの 5AC だったりとか、最近出た巾着のバッグだったりとか、バレンティノさんのバッグがこうザラッと並んでますね。スタッツが付いてるアイテムが結構有名で、ロックスタッツって言ったりするんですけど、そこら辺が結構有名だったりしますね。割とこれとかめちゃめちゃ見かけることも多いんじゃないでしょうか。ディクサンダーさんの、これがめちゃめちゃ有名なタングルっていうショルダーバッグですね。もうメンズでもレディースでも、もう分け隔てなくかなり使われてるような、なんか色めっちゃ増えてますね。すごく可愛いようなショルダーですね。タングルってよく言われると思うんですけど、この形っていうよりは、割とこっち、このショルダーストラップの部分の方がタングルって言われたりしていると僕は勝手に思ってますこのショルダー部分でネックレスとかも出たりしていて、ジルサンダーさんの象徴的なアイテムだったりディテールだったりします。切り替えでここがコットンになってて、ここがレザーで切り替えになっている巾着ですね。いや、なんかこういうのプレゼントでちょうど良さそうですけどね。なんかこれから付き合いたい人とかちょうど良さそうですね。ユットジューで多いのがこちらのジルサンダーさんのマフラーとかですね。ダウンマフラー、これはねめちゃめちゃいいっすよ。これは絶対喜ばれると思います。ふかふかしていてすごくね柔らかそうなアイテムで、大体マフラーってよくあるのが、こっちもジルサンダーさんなんですけど、こういうねウールとかのマフラーだと思うんですけれども、こういうちょっと一風違ったマフラーでプラスですね、ジルサンダープラスのマフラーになっているので、はい、バレンシアガさんですね。はい、バレンシアガさんって割とロゴがすごい強いイメージが多いと思うんですよ。こっちのバレンシアガさんとカバンが多いと思ってて、このバレンシアガっていうロゴがドンって入ってるものが多いと思うんですけど、こっち のシティっていうのが一番有名な形だったりするんですけど、昔からある形のカバンがこの辺りですね。ディテールですかね、多分このままのはないんですけど、割と昔から夢のがあって、随分前からやってるなと思って、すごいなって思いました。カバンといえばって感じだと思うんですけど、こちらがロエベさんですね。はい、ロエベさんがいっぱいございます。多分一番有名なのが、パズルバッグっていうのがあって、こちらなんですけど、このパズルバッグっていうバッグが、これっていうよりは多分こっちの方が有名ですかね。この小ささでかなりラグジュアリーな価格と品質を保っておりますので、すごく、なんていうんですかね、これもよく見ますかね。僕はちなみにあげたことないです、これ自分に買うタイプです最低ですねじゃあ、あっち行きましょう。すごいですよね、こんだけレディースもあるので、素晴らしいブランドがいっぱいございますので、ぜひぜひ見てみてください。上に行ってメンズをね見ていこうと思いますので、はい、ここからが、僕にとっては本番なので、はい、早速見ていこうと思います。やってまいりました。こちらが2階でございます。2階も広いです。めちゃめちゃ奥までバーってあって本当に広いんですけれども、こっちから見ていきましょう。こちらが、右上からあれですね、ちょっと遠いんですけど、モンクレーさんだったりとか、真ん中はジルサンダーなんですね。あれメンズですね。あれいいですね、なんか新作っぽい匂いがしますね。中段マルジェラさんのグランドスラムのバッグがめちゃめちゃ立ち並んでおりますね。立ち並んでおります、完全に。いやー、これもこんなに出ると最初思わなかったでしょうね、皆さんねすごい柔らかいんですよ。皆さん持ったことない方もいらっしゃるかもしれないですけど、このどんなスタイルにでも合わせやすいというか、結構そのラグジュアリーな感じで本当合わせられるんで、すごくいいんじゃないですかね。これもプレゼントに言うたらおすすめですよね。こちらがすごいですよね、これバレンシアガさんのバッグ、すごい。これもうポケットすごい。あ、これ絶対エアポッツだ。ここ絶対エアポッツですよ。これ絶対エアポッツケースだわ。プロかもしれない。絶対気づいたの僕だけですよ。この辺にバレンシアガさんのバッグまだあったりとか、同じくバレンタさんですね、バッグがありますと。はい、なんかメンズもバッグがいっぱいあるということで、服見ていきましょう。じゃあマルジェラさんから見ていきましょうか。こちらから見ていきましょう。かなり定番のアイテムが多いですね。この辺だとノーカラーのジャケットですね。これがノーカラーのジャケットでございます。ウール生地のものですね。もうかなりいろんな素材で出てます。いろんなディテールのものがあって、でこちらがドライバースニットですね。昔から永遠の定番アイテムでございます。これの定番のロゴの T シャツとかもございますので、はい、はい、逆さになってます。反転かな、どっちも丸ついてるんですよ。2つ丸ついてるってなかなかね昔までなかったので、かなり珍しいアイテムですよ。やっぱりねここなんですよ、この
M って刺繍されてるので、なんかこの M 刺繍は僕結構好きですね。なんかこの辺可愛い色してますね、マルジェラさんのニットで、うん、サックスブルーとミントグリーンみたいな、はい、勝手に僕は命名しました。リブが太いので、その部分が太くて首が詰まってるので、なんか多分本当今このディテール好きな方が多いんじゃないかなっていう、ラグランになってて、すごい着やすいニットだと思います。本当に話したら欲しくなってきましたね。これめっちゃいいなこういう落ち着いたカラーもあるので見てみてください。こっちがドリス・バン・ノッテンさんですね、はい、みんな大好きドリス・バン・ノッテンさんです。ここも大好きです。この辺のデニムジャケットが今象徴的だったりとかが 23AW でございます。これかっこいいな。何着てたらおしゃれですね。割と値段が、あの幅が広くて、なんか買えるみたいなのもあれば、普通にデザイナーズっていうかラグジュアリーだなみたいなアイテムもあったりして、変なボンバーとかもいいですよね。ドリスさん最近ボンバー結構出てるイメージがあります、うん、柄がやっぱ結構強いイメージあると思うんですけど、ドリスさんってなんかこの柄今季あれだよねみたいなものの T シャツだったり、このデニムジャケットとかみたいなアイテムがどっちも出たりすることが結構多いので、僕はそういう意味で大好きですね。こういう T シャツ結構買ったりしますね。これがジルサンダーさんですね。僕も大好きなジルサンダーさんでございます。でも12万円ですよ、良くないですか。そうですね、かなりミニマルでストリートな、ちょっとそのミニマルさにストリートが入ってるところがいいブランドさんなんですけれども、なんか本当今の時代にぴったり合ってるブランドっていうのが僕の中では説明としてはバッチリありますね。これもかっこいいですね。これも今季ですか。いい時に来ましたねこのライダーソックかなんですね、多分ジップが入ってるんですけど、このジップのラインが見えなくなってたりしてるのも割とやっぱミニマルさにこだわってるところですよね、うん、欲しいですね。ボッテガさんですね。これね、ボッテガさんこれ見たんですよ、僕この前ドーバーさんで見て、めちゃめちゃいいなって言ってたんですよね。加工がもう入ってますね。一回洗ったみたいなぐらいのデニムジャケット多いんですよね、ボッテガさん割と、うん、この辺もそうですけど、特徴的なグリーンのカラーのアイテムもあって、ね、ほんと服かっこいいの多いんですよね。これでもめっちゃかっこいいですけどね、これセットアップで着たらもうやばくないですか。ボッテガさんって一発でわかるし、めちゃめちゃいいなって思いましたこのさ、ボタンの数とか4ボタンとかですからね、テーラードっぽいけど、もう多分着てみると本当にボックスっぽくてブルゾン感が出てるんじゃないかなっていう。酒井さんですね、はい、酒井さんで、こっちヨージャンおっさんだったりとか、こんなもうガッチリとしたライダースがあるんですよ。かなり固めの革なので、うん、あの本当にガッチリライダースで着ていただけるアイテムですね。酒井さんでこんだけバッチリしたライダースってやっぱり、あの酒井さんだけだとなかなか出ないと思うんで、レアかもしれないですね。酒井さんがこれだけ多くあるっていうのも多分何ていうんですかね、卸されてるっていう意味で、あのセレクトショップに展開されてるっていう意味だとなかなかないです、店舗さんでいうと。すごいなって思いました、まあ、この辺が酒井さんならではのアイテムですよね、はい、街でセレ違ってもすぐ酒井って分かるアイテムですね。でも多分 MA1 とモッツとかですかね、 MA1 っぽいこのナイロンの素材感に、モッツコートのディテール、ただフィッシュピールではないっていうね、いろいろ混ざってますね。ドッキングっていうのもただ生地が混ざってるっていうよりは、そういう軍物のアイテムとクラシックなアイテムを合わせてるっていうのが酒井さんの特徴、いいところな感じがします。この辺も着やすいスウェットとかもございますの でシャツとかでも昔からあったんですけど、このドローコードのデザイン、うん、この辺は多分酒井さんの定番で出てるラインだと思うんですけど、ここに S のロゴがついてますね。この辺とかもかっこいいですね。デニムと MA1 がかなり合わさってる感じもかっこいいですね。酒井さんとヨージさんとギャルソンさんは、あの日本に生まれた特権なんですよ。本当にあの海外で買うと、それこそマルジェラさんだったりぐらいの金額、マルジェラさんとかジルサンダーさんの、あのインポートの金額になるんですけれども、僕らだけですからね、安く買えるのは。安くはないかもしれないですけど、最安で買えてる国なのでめちゃめちゃいいと思いますよ。いつも出てるディテールで多分カラーが新作ですっていう、マルチカラーですね。これ1枚で3枚になるからめちゃめちゃいいですね。これ開けてもいいんですよ。ここ開けてきてもいいし、閉めてもいいよっていう、どっちでも着れるよっていう、なんかめっちゃ根気ありますね。本当にこれのアイテムとかもすごいですね、うん、根気っぽいアイテムで、あのやっぱ幼児さんっぽいアイテムが多いですよね。これとか着やすそうですね。これも1枚でパッと着れるし、やっぱり最近幼児さん花多いですよね。まあ昔から花は多いですけど、カットソーとかも、この辺もおじさんっぽい出ているのアイテムが多いですね。ロエベさんですね。ブランドが今出てきたのがすごいブランドばっかりですね。これロエベのムートンロエベのムートンってやばくない、なんか言ってることやばくない。もうね、ムートンでロエベって言われてもうちょっとするかなと思いました。60万とかなんですけど、もうちょい行くかなと思いました。なんか意外と、うん、でも1枚こういうのをガッっていうの欲しいっていう方はぜひおすすめです。めちゃめちゃいいと思います。この辺のカラーが最近のロエベさんっぽいですよね。皆さんアンダーソンさんになってからのロエベさんだなって感じの、遊び効いてる感じのデザインですよね。なんかエントリーアイテムとしても
めちゃめちゃいいと思います。ファンの方ももちろん買われると思うんですけど、なんかやっぱちょっとこうユニセックスというかこうアンニュイな感じも含まれつつ、いろんな方が楽しめるようなブランドだと思うので、トム・ブラウンさんです。はい、この辺僕びっくりしたんですけど、でもトム・ブラウンさんでこういうアシンメトリーのデザインあるんだって逆にすごいびっくりしたアイテムですね。4本線が非常に特徴的なアイテムでございます。スウェットとかがめっちゃ有名だったんですよね、昔すげえ流行って、大体みんなトム・ブラウン履いてるっていう時代が5、6年前ぐらいにあった気がしてます僕は。でも本当にそれからずっとそのアメトラのあれを守り続けてというか、めちゃめちゃキープし続けているブランドさんですね。国内ブランドですね、ここが、まあ、今も国内ブランドありましたけど、ヨークさんで、こちらがダブレットさんで、サルバムさんで、タークさんということで、本当国内の人気ブランドが集結しております。ヨークさん、はい、カーディガンとかですかね。カラーが特徴的ですね、特徴的なお色されてますね、可愛いですね。普通に友達とかでも服あんまりその好きだったイメージがない子とかでも、最近好きなブランドヨークって言ったりする方が多いので、すごいなと思います。なんか服好きな人が知ってるのね、当たり前だと思うんですけど、全然そうじゃないところにアプローチできてるのはすごいですよね。これめっちゃ軽いっすよ、これやばいっすわ、高級感もすごいアイテムですね。5万円ぐらいでこういうの買えるってやっぱいいですよね。なんか感覚おかしいのかもしれないですけど、この辺ダブレットさんですね。ダブレットさんはね、今回このパンツが僕かっこいいなと思ったんですよね。ウエストの部分か、燃えてるじゃないですけど、うん、まあ、焦げてるじゃないですけど、それがね刺繍でされてるんですよ。でそれがめちゃめちゃいいなと思いました。だから一応ここ見せてもらってっていう感じがやっぱかっこいいと思うので、タックインしてもらったり、まあ、シャツタックインしてとかでもいいんじゃないかなっていう。この辺がねチルドレンさんがバーってございます。このスウェットとかもそうですね、ウーディーとかもそうだし、まあ、結構こうリメイクが強いブラさんですね。こちらがニードルさんです、ニードルズさんですね、はい、リビルドバイとか、まあ、こっちもリメイクされてるようなものが多いラインですね。やっぱりニードルさんって言ったらってアイテムなんですけど、はい、トラックジャケットがございますので、トラックパンツの、ね、トラックジャケットは多分これ永遠に出てると思うので、これ割と僕おじいちゃんになっても出てるんじゃないかなって自信があるアイテムですね。すごい定番すぎるアイテムです。ディーベックとオールモストブラックさんで、ディーベック自体がダイワさんとかご存知ある方多いと思うんですけれども、まあ、ディーベックっていうラインがあるんですよ。ちょっと高級ラインというか、だから素材とかも結構こうゴアテックスインフィニウムだったりとかっていうすごい最先端のいいものを使われたりするパンツがあったりとかするラインですね。オールモストブラックさんもね、お二人でやられている、はい、すごく有名な、まあ、僕もね結構何回も買ったり紹介したことあるので、見てる方がねご存知ある方も多いと思うんですけども、そういうブランドさんでございます、はい、タクティカルなアイテムが多いです。でここが、ご存知、僕ども大好きなストーンアイランドさんがずらっと並んでおりますので、これとかすごいいいですけどね、うん、ジャケットでこうノーカラーで、なんかこうこういうのってオフィスカジュアルで今着やすそうな気がしますけどね。薄手のニットだったりとか、タートルっぽいアイテムだったりとか、ハイネックか、うん、いろいろございますので、シャツ屋さんみたいになってますね。方向ここもオリジナルの、オリジナルとあと一応インポートも持ってるんですけども、はい、そうなんですね、本当に何でもありますね、うん、ネクタイもだってすごくないですか。やばいですよ、数こっちまでずらーっと、めちゃめちゃネクタイありますからね。ちょっと遠いんですけどゴルフとかもあったりしますからね、うん、もう何でもありますね本当に。他も着たいのが何か決まってるので、ちょっと試着していって、はい、いろいろ、ね、見ていこうと思います。こちらが、酒井さんの、まあ、ちょっとドッキングされてるコートですね。かっこいいですねやっぱね。ここが、なるほど、こっちでもいいし、ボタンで締めてもいいし、ステンカラーでもいいよみたいな。ストームフラップっていうんですけど、これ MA1 にもともとついてるんですけど、これをうまく使われてるんですね。こっちがちなみにスナップですね。でもめちゃめちゃかっこいいですけどね、やっぱシルエットも。ここなんかドッキングしてるからこそ、ここの余裕というか、身幅があったりとか。それを本当最初からずっと昔からやられてるんで、やっぱすごいですよね。走りというか、浮くのがちょっと僕はいい気がしますけどね、個人的には。ボッテガさんのデニムジャケット。デニムシャツ型ジャケットって感じですかね。めちゃめちゃ普通にシンプルにかっこよかったですこれは。厚みが結構ジャケット寄りなんですよ。すごく厚くて厚手なんですよね、簡単に言うと。シャツでも使えるけど、まあ、ライトアウターですかね、簡単に言うと。締めてもいいし開けてもいいみたいなデザインになってるので、ピタッてガッチリジャストで着てもいいかもしれないですねこれは、うん、かっこいいと思います。はい、さっきね、僕がちょっとお話しした着やすいだろうなっていうニットですね。リブが太いで、ちょっとシルエットがゆったりとした、このリブ太いのがやっぱいいですね。太い、うん、太いのがいいし、シルエットもすごい綺麗ですね。で、めちゃめちゃ肌触り気持ちいいです。アームも太いし、で、なんかやっぱラグラになってるんで、これは着やすいですね。色もすごいいいと思います。ベージュもあったんですけど、多分まあ一番使いやすい色で選ぶんだったらベージュかなって感じのお色味ですかね。ポップな、めちゃめちゃ明るいカラフルなカラーって憧れがあるんですけどね、なかなか着ようと思えないというか、こんなヒゲ面が着てもってすごい思っちゃうんですけど、形自体は定番なんでね、はい、
クルネックみたいなニットで着てもらってもいいっていう、かっこいいですよね、ここのジップの部分が。どうですか、意外とって感じしません？ネックの部分の緑がすごい綺麗な色ですね、ターコイズっぽい、エメラルドっぽい色。でもなんか、あ、いけそうっすね。意外に似合ってらっしゃるなっていう今の一番信じれる意見ですねそっか、ダブルだから、はい、これかっこいいですね、これが一番いいですね、はい、あ、今これ着ちゃったわ。これはもうシルエットもすごいなんかちょうどよくなりますね。だいぶ変わりますね。なんかシルエット変わるって意味でも面白いし、このディテールがシンプルでかっこいいっていうのもありますし、ぜひ皆さんね、こちら見てみてくださいということで、今日バーニーズニューヨークさん、六本木店さん見させていただきました。一着ね、買わせてもらいました。ちょっとね、これからお会計するんですけども、一着決めさせてもらって買わさせてもらったんで、まあ、何買ったかっていうのはね、後日の動画とかで見てもらえればと思います。まあ、一番有名なのは多分銀座店だったりすると思うんですけれども、なんかこの六本木店もすごくラグジュアリー感があり、広くて、本当に今見てた通りすごくいろんなブランドもございますので、でなんかやっぱり広くて開けてるんで、ちょっとこう最初入りにくいかなっていう空気感も僕ももちろんあったんですけれども、本当入ってしまえば全然なんてことなく、店員さんもすごい優しい方ばっかりで、アイテムもね、すごい服好きな人が楽しめるようなアイテムがめちゃめちゃ多いので、ぜひ皆さんも来てみて楽しんで、はい、遊びに来てみてください。はい、いろいろ概要欄に貼っておきますので、インスタとか住所とか貼っておきますので、皆さんも、ね、ぜひ遊びに来てみてください。よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼します。